こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。今日は、アマゾン室でやることと、まあ、自分でネットショップを使って、えー、物販に取り組んだ場合、輸出に取り組んだ場合にやること、まあ、その違いについて説明します。YouTube でね、えー、amazon を使わず、まあ、輸出をしたいという質問があったんですけど、まあ、本当に私の動画を何本か見て質問してきたのか、ね、 Amazon を使わずに輸出をするあるいは物販するっていうのは、まあ、わざわざねすごい楽に登れるエスカレーターがあるのに、まあ、すっごい険しいね2000段ぐらいの階段を上がっていくというようなイメージです、まあ、大変なことは全部 Amazon がやってくれるというのがねもう、まあ、一つ伝わってないのかなと思うんで今回ネットショップを作った場合と Amazon を利用した場合の違い まあ自分でネットショップを作る場合は Amazon を利用するのと比較にならないくらい大変なハードルをクリアする必要がありますまず Amazon の場合はネットショップを作る必要がないですネットショップ作り不要ネットショップを作る必要ありません Amazon を使いますで自分でネットショップを作る場合は50万前後の費用がかかりますでもっと安く作る方法もありますがそもそも Amazon と違って まあ、えー、普通のね、えー、誰だかわからない人が作ったショップというのは信用がないわけですから、せめて見た目がちゃんとしてないと売れる可能性がとても低いと。ね、だから、まあ50万ぐらいかけて、まあきちんとした見た目のショップを作らないと売れません。しかも、自分でネットショップを作る場合は、一つのネットショップを作って売れない場合は、作り直し、あるいは大幅に修正する必要があります。毎回50万前後の費用がかかります。まあ、例えば、 売れれれるまで20種類のショップを作れば、それだけで1000万円かかります。1000万円の投資というのは副業で取り組むには現実的な投資金額ではありません無料で何種類でも販売できる Amazon を使うからこそ初心者でも副業でも気軽に始めることができるわけですそしてネットショップを作れば売れるかというとそんなことはありませんね、えー、作っただけじゃ誰も来ませんので集客する必要があります アマゾンの場合はこの集客する必要もありません。全部アマゾンがやってくれますで。自分のショップに集客する場合は、1アクセス30円から1000円前後の広告費用がかかります。毎月1万アクセス集めるとすると、毎月30万円から1000万円かかります。無料で集客する方法もありますが、広告を使うより時間と手間がかかります。そして無料で集客する方法には正解がないので、現実的ではありません。 つまり時間と手間をかけても全く集客できないということが多々起こります。毎月30万から1000万円の投資というのは副業で取り組むには現実的な投資金額ではありません。無料で何百万人もの見込み客にアクセスできる Amazon を使うからこそ初心者でも副業でも気軽に始めることができるわけです。そして売り込みも不要です。 サイトを作って集客をしても、サイトを訪れたお客さんが一発で買ってくれると、初回で購入するっていう可能性は低いです。自分のネットショップに集まった見込み客がショップを訪問した初回で購入する可能性は低いと。そうするとメールアドレスを登録してもらって、購入するまで適切なタイミングで売り込みをかける必要があります。まずメールアドレスを取得するのが大変です。それからね、メールアドレスなしに何度も自分のショップに訪問してもらうと。 いうのはね、まあ、世界で一つしかない商品。まあ、圧倒的にね、えー、珍しいオリジナルで需要の高い商品を作らない限りは、えー、ありえません、ねあの。今回は自分のサイト来たけど、次回は誰かのサイト行っちゃうというようなことになりますんで、まあ、ここは非常にハードルが高い。そして副業で取り組む初心者が適切なタイミングで適切な売り込みをかけるスキルを身につけるのは大変です。まあ、本音を言うと、せっかくお金をかけてサイトを作って、 広告をして見込み結構を集めても、ここができなくて売れないという可能性が高いです。アマゾンが無料で適切なタイミングで、適切な売り込みをかけるからこそ、初心者でも副業でも売れるわけです。この売り込み不要、ね、売り込みする必要はありません。全部アマゾンがやってくれますという部分は非常に重要で、ここがアマゾンの売りであり、他のアマゾンを使わずに取り組んだ場合に失敗する原因です。そして入金確認不要。 入金確認する必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。毎月何百万、何百人もの入金を確認するのは大変な作業です。購入した名前と別な名前で入金してくる人もいます。また、クレジット決済の契約を結んで、毎月料金を払う必要もあります。毎月何百人もの入金を確認するというのは、副業で取り組んでいる初心者には大変すぎる作業です。 アマゾンを使えば面倒でミスをすればトラブルに直結する入金確認をする必要もありません。梱包も不要です。梱包する必要はありません。全部アマゾンがやってくれます。毎月何百個もの商品を梱包するのは大変な作業です。体調が悪い時も忙しい時も梱包する必要があります。毎月何百個もの商品を梱包するというのは副業で取り組んでいる初心者には大変すぎる作業です。 アマゾンを使えば面倒な梱包をする必要もありません。発送も不要です。自分で発送する必要がありません。全部 Amazon がやってくれます。毎月何百個もの商品を発送するのは大変な作業です。雨の日も風の日も、体調が悪い時も、忙しい時も発送する必要があります。毎月何百個もの商品を発送するというのは、副業で取り組んでいる初心者には大変すぎる作業です。 アマゾンを使えば面倒で大変な発想をする必要もありません。クレーム処理。クレーム処理する必要はありません。全部アマゾンがやってくれます。毎月何百個もの商品を販売していればクレームもあります。クレーム処理は大変で機能重い作業です。順調に売れていてもクレームを受けて嫌になって物販をやめる人もいます。クレーム対応は待ったなし、対応が悪い時も 体調が悪い時も忙しい時も対応する必要があります。副業で取り組んでいる初心者には大変すぎる作業です。Amazon を使えば面倒で大変なクレームさクレーム対応をする必要もありません。返品受付不要。返品受付をする必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。毎月何百個もの商品を販売していれば返品もあります。 せっかく販売した商品の返品処理は機能重い作業です。Amazon を使えば機能重い返品処理をする必要もありません。あなたがやることは買い物した商品を送るだけ、そして1日10分メールをチェックするだけ。これが Amazon 演出でやることの全てです。一方、自分でネットショップを作る、Amazon を使わず販売するということは今まで言ったように返品もやらなきゃいけない、クレーム処理もやらなきゃいけない、発送もやらなきゃいけない、 梱包もしなきゃいけない。入金確認もしなければいけない。売り込みをしなきゃいけない。集客もしなきゃいけない。サイトも作らなきゃいけないと。すべて、これを高いレベルでやらないと自分で作ったネットショップで稼ぐことが不、稼ぐことは不可能です。まあ、この作業の難易度と、ね、投資金額、そして手間、ね、それを考えると、まあ、初心者が輸出をして稼ぐには Amazon を使うしかないというのがね、 現実的な結論です。まあ、なるほど。Amazon 室面白そうだねと思った方はね、この動画の説明欄に無料メールセミナーのリンクがありますので、そちらをクリックして無料セミメールセミナーに登録してください。まあ、今、動画じゃなくてね、このサイトを見ている方は、一番上の欄に、このホームというところがありますので、ここをクリックすると、その一番下に無料メールセミナーの えー、登録フォームがありますので、こちらにメールアドレスとお名前を記入して登録ボタンを押してください。オーストラリアをオーストラリア向けに amazon を使って輸出する、えー、副業輸出ビジネスの、えー、情報を無料で提供しています。では、ご登録お待ちしてます。amazon 輸出サポーター堀秀夫でした。